てことで、ドスコイラジオです、iPad で今撮ってるんですけどね、今ね、iPhone でね、これ、書き出ししてるんですよ。見えないか,か。書き出ししてるんですよね。編集終わったので、これはあの、はひとりさんとのコラボの動画ね。んあの編集終わったので。で、今ねあの、あの、ナレーション撮ってたんですよ。ここでね。ここ、ここっていうか、まあ、まあ、ここでね、そこの、 隙間あるでしょここにね iPhone 載せて iPhone 乗せて、ね、乗せっていうかこの iPad を載せてこの iPad にあのナレーションのねカンペですよねをここに表示してであのこの iPhone であの動画としてねナレーション撮るんですよもう最近 <laughs> 動画としてナレーション撮ってであの音声だけ抜き出してあの使うみたいなねそういうやり方をしていますちょっと,ょっといや見にくいかなこの iPad だったらまあまあ,あの音声だけ聞いてくださいちょっとこうやって。 うん、ちょっと iPad やりにくいなちょっと変なあの角度なんですけどね一応まあこれラジオなのでそれで許してくださいまあ,あのもしもきあのなんか聞きにくかったらまあから見にくかったらもうあのここでねさせとめてもらっても別にいいのでね<ん>これはあのどスこイナーのーのあれ小銭稼ぎですからね <laughs> 3月限定のねうんあのなんかほぼ毎日ラジオ上げてまあ毎日じゃないか 僕、名古屋に旅行行ったときはね、2日間ぐらい休んだかな。さすがにね、旅行中はね、ちょっとね、やっぱ疲れますよね。特にね、今回の旅行はね、結構ギリギリだったのでね、なんかね、なんかいろいろやってうちにね、時間なくなっちゃうんですよね。うん、だってね、あの、えっと人さんのね、ところ、浜松にね、行った時もね、あのその日、僕、朝ね、あの名古屋でモーニングにぜひ行きたいと思ってね、モーニング行ったんですよ。あの金山から歩いて 10分ぐらいとかなとこにいたんですけどねそこめちゃくちゃ良かったんですけどあのでねあのまあのなんていうかそのモーニングだからねあのあ話話はちょっとあれだなあれあ違たあ違う違うああびっくりした今ねああのまじ、あ、ゃ話がごちゃごちゃちょっと待って <laughs> はいあのねはいあのホテルをね結構あのまあ余裕を持って出たんですよ朝ね朝うん。 とさんと会う日の朝僕は名古屋のね金山のホテルに泊まってたんですけどね、うん、あの余裕を持ってあモーニング食べようと思ってね余裕を持って出たんですよ出たんですけどねあの余裕は持ったものの時間は余裕を持ったものの,あの何その、えっと、モーニングがある そのモーニング食べべるお店をねちゃんんと調べてなかったんですよ一応調べてはあったんですけどまあまあこのこれでいっかーって的にポンってね調べてねあのなんか、ね、パッと見ねあのー、何金山の近くにはもうみんながもう愛してやまないもうここ絶対行った方がいい名古屋でモーニング食べる絶対こういった方がいいよっていうお店はねないっぽかったんですよね。ああちなみにあの その僕が泊まってたねアナクラウンホテルって名前だったかな金山の,のでっかいホテルあるでしょあそこに泊まってたんですけどそこのホテルの,あの朝食はあのものすごく有名というかなんかえ名古屋でね一番ナンバーワンの一番豪華なモーニングを、まあ、目指すというか,なんかそういう、まあ、すごい有名というかなとこみたいなんですよねなんですけどそのモーニングね。 もうなんか円とか,3000円なんかすごい高いんですよねでも高級も,それもはやモーニングじゃないと <laughs> 僕にとったらそれもモーニングじゃないというか、うん、もうそれ普通の何あの豪華な朝食ですよね何をもってモーニングというかっていうところなんですけどね、うん、モーニングってね僕の頭の中ではあの安くいろんなものが食べれるのがモーニングっていう認識なんですけどこれ違うのかな、まあ、ちょっと分からないですけどね うん、で飲み物をね買った値段でねコーヒー1杯の値段でなんかいろんなものがその食べれるみたいなそれがモーニングだと思ってるんですけど2000いまあわかる僕の,その,あの, <coughs> あの知識知識とかその、ね、モーニングに対するその理解がおかしいのかもしれないまあわかんないですけどねとりあえずその2,000いくらもかけてねちょっとモーニング食べる気はしなかったのでね だから本当はそのどすこいが泊まったホテルのもう真下にも,うものすごくいいモーニングがあったんですけどそこはちょっと通過して違うところに行こうとしたんですよ。なんですけどあのその他のね、まあ、なんとかってところに行ったんですけど名前忘れましたけど地下にあるなんかね「あのまあ、金山でモーニングを食べるのはここ」みたいなまあね普通にもうネットで検索して行ってみたんですよ。なんですけどね金山の一家近いところはねなんかサンドイッチが出てくるところとかね僕ねサンドイッチはね 嫌いではないんですけど、なんか進んで食べたいとは思わない方なんですよね。うん、いや別にあのうちのね。まあまあもね。 時々あのサンドイッチ買ってきてね朝ごはんにサンドイッチ用意してくれたりするんですけどでそれは別にあの美味しく食べるんですよ別にうんサンドイッチは「あサンドイッチがとかは思わないんですよ別にうん美味しいんですけど好き,な好きっていうか別に嫌いではないんですけどそのなんていうかなわざわざね名古屋に旅行でねまあ一応仕事でね行ってるわけですけども行ってねやっぱりそのなんかねやっぱり旅先でやっぱああ美味しいああっていうものを食べたいわけじゃないですか。そのの状態の時に サンドイッチを食べようとは思わないみたいな。そういう感じかな。うん、あの、そまあまあ、言いたいことわかるでしょう。ん、特別な日なんですよ。一応ね、まあ、旅行中っていうのはね。うん、で、やっぱりその名古屋のモーニングですからね。うん、やっぱりその美味しいものを食べたいわけですよ。美味しい。あのサンドイッチも美味しいんですけど、まあ、長崎、同じこと言うけどね。 でなんだっけまず、あ、サンドイッチだったんですよ最,初最初行ったところはね、うん、それはちょっとあれだなと思ってねいろいろ調べてねあ金山あんまいい,とこいいお店ないかなと思って調べたんですけどねあの歩いて10分ぐらいのところにねあったんですよ名前ね忘れたんですけど、まあ、また動画に出てくるのでまた見てください、うん、でそこ行ったらねすごいいい感じのねうんあのー、あれ小豆がのったねモー,モーニング、うん、あ小豆がのったパン 食パ,ン食パンもなんかデニッシュみたいな感じだったかななんかわかんないけどね素敵すごい素敵なモーニングが出てきてんねん700円ぐらいだったかなうんまあ、であの満足したんですけどねでねそれをねうんうんって食べてねあとその,そのお店にたどり着くまでにこうあっち行ったらこっち行ったりねでそのお店行ったらもう10分ぐらい歩くしっていうことでさたらね時間が結構ギリギリになっちゃってね、うんねんでもうあの金山の駅までああって走って「はあ早くしないと」って早くあの そこに乗り遅れたらその、ね、ひとりさんとの、ね、待ち合わせがね11時だったんですけどね、うん、あのそれ間に合わないわーって言ってねわあって走っていたんですよね。うん、とかねそんな感じでねその名古屋のいた時、まあ、昨日まで3日間ぐらいいたんですけどその時はね結構ねあのなんかギリギリなことが多くてね うん、でその後もまもいろいろねいろ、まあ、んなその約束があったわけですけど約束というか何時までにどこどこに行かなきゃいけないいろいろあったわけですけどもそれね全部結構ギリギリだったんですよね。<laughs> でも疲れ果てってっ まあ、あとねあのお、お二人とコラボしたしねらあの、初めて会う人とコラボしたっていうのもあってね、やっぱり疲れ果てててね、ラジオは撮れませんでした。っていうか、ラジオが撮れなかったって話だけど、もう7分30秒どんだけ喋るんだって話なんですけど、でね、喋ってるうちにね、はい、ひとりさんとのコラボ動画が今ね、これ、マイク大丈夫かな。ちちちょょょはい、今ね、書き出しができました。まあ、まああ、これねあの ルナヒュージョン、まあ、忘れちけどっていうアプリでやってるんですけどねん今出来上がりました。んでね あ,のまあんまりねコラボ動画の内容を言うのはちょっとあれなんですけどあの、まあ、宣伝というか、まあ、あの少なくともねどすこい側が出す動画はねちょっと踏み込んだ内容になっておりますただ単にひとりさんになってね「あっ、のーね、ひとりさんに会えて嬉しいですいつも楽しく拝見しておりますわ」ってでねあ天竜川綺麗ですね浜松いいとこですね」 でで終わりりはありませんそれじゃあねこうコラボした意味ないじゃないですかた,ただそれ喋ってるだけじゃないですかねまあそれもいいんですよそういうのもいいと思うんですけどちょっとね踏み込んだ質問をしておりますあ <laughs>、うん、ちょっとねあのもしかしたら人によってはねそんなこと聞くのはその失礼だと思う人もいるかもしれないちょ,ちょっとそのギリギリのラインを狙いましたらた,ただひとりさんには許可を得てあの質問しておりますのでね んだからそのひとりさんが嫌な思いをしたってことはないと思う,あの,ないと思うのでんあの本当に嫌だったらそれはちょっとっていうと思うのでねんあのちゃんとそのいいよって言った質問のみあのしてますのでんそれだけはご安心くださいというかんでひとりさんもねちゃんと理解しておりますのでやっぱりね、あのーまあ、コラボするんだったらやっぱり何らかの新しい何か新しい何か何ていうのコラボしたからこそ。 作れる動画みたいにねやっぱりしたいじゃないですか、うん、でねまあ、今回はねドスコイのこのねまあしがないドスコイのねこの能力ね、あの小さな小さな少ない能力でねもうフル活用した <laughs> あの脳、ー、密をフル回転できたと思いますうん。もっとねドスコイよりもっとすごい人はもっとすごい動画撮れると思うんですけど、うん、ドスコイのレベルでの中ではまあ一,番、まあ、一番いい うん、最大限の動画撮れたかなと思っておりますのでね、まあ、楽しみにしておいてください。多分今週中に出るはずですちょっとまだあの確定はしないですけどん、まあ、近いうちに出せると思うので,で今あの書,き書き出しも終わったのでね一応ひとりさんにあの「まあ、あの一応この出来できましたどうですか?」って一応見せると思います。と、はい、いうことであのもう10分喋りましたね。 はい、ドスコインの,あの見,る見るラジオん聞いてもらってありがとうございます。っね、iPad で撮ったらなけどねんさよなら